ね、本当にこういう風にショールームで普通の、まあ、面接とか私はオンラインでさせていただいてたんですけど、面接とか受けてみんなのこうショールームの応援があって出演も決まったところが大きいので、本当に改めてありがとうございます。私なりにちょっと文章にも動画にも書いたんだけど、あんまりね何回か会って話すと私のこと分かってくれるんだけど、言葉喋るのがあんまりギュッと凝縮して思いを伝えるっていうことがちょっと得意ではないので、動画で伝わったか分からないんだけど、本当に最初受けようかなって不安で、本当にもう内部だからさ、出来レースかなって思われる方もいたかもしれないんですけど、本当に私が受けたくてお願いして受けさせてもらったので、そう、本当に何だろうな、そのショールーム背景のオーディションもあるって知ってたから、なんか自分のことを応援してくれる人がどれくらいいるのか分からなかったし、まあ、応援してくれててもね、ちょっとポイントとか課金とか毎日来なきゃいけなかったりとか、なんかそれでもどれぐらいのみんなが支えてくれてるのかって、本当に初日からショールーム1位で、ショールーム配信はずっと毎日1位で終われてて、なんかね、他にも浅野瑠璃ちゃんとか田中ネオちゃんとか親事務所の方がすごい協力してくれたりとか、とまりなちゃんとか見てくれたりとか、もうなんか本当にいろんな人に、他にもね、ちょっと名前とかは別に言わないんですけど、 LINE とかでメッセージくれたりとかっていう周りの方もすごく多くて、本当になんか温かい気持ちに毎日なったというか、ちょうどね、その配信の2週間私もお仕事が結構バタバタしてて、仕事の合間のお昼休憩とか、2時間でって枠がね決まっていたので、 MV 撮影中だったりとか、ちょっとね普段やらない状況で、普通だったら多分させてもらえないんだよ、そんなところで配信なんて。けど本当に周りのゆるドロップスだとかね、テレビの方とかすごくよくしてくださって、あいたで配信していいよって言ってくれて、みんなにね、普段お見せできない、メイク中にさショールームしたりとか、お弁当食べながらショールームしたりとかね、なんか本当にみんなと2週間一緒に過ごしてたっていう気持ちで、私はもともとこういう配信だったりとかみんなとお話しするのがすごく好きな方なので、全然苦じゃなくて、みんなにね、結構大丈夫、無理してない、ちゃんと寝てねって毎日言ってくれて、声をかけてくれる優しい方々が多かったんですけど、もうむしろすごく楽しくて、ただプレッシャーとか不安とかはあったよ、そのなんだろう、みんなに申し訳ない気持ちとかね、申し訳ないっていうか、まあそう思わないようにしてたけど、お仕事なのに夜遅くなっちゃったりとか、たくさんポイントとか投げてくれてちょっと無理してないかなとか、でも本当に今回はその期間だけはもうそういう気持ちはなく、本当にありがとうって素直に感謝しようっていう気持ちで過ごした2週間だったんですけど、本当にすごく楽しかったし、私デビューの時にそういう投票制のみんなに協力してもらうようなオーディションだったんだけど、それは本当にただの高校生がファンの人とかもいない状況でやった公開オーディションだったので、今回みたいなもう活動してからの公開オーディションっていうのは初めてで、私本当に今年10周年だったんですけど、まあね、今10年目なんですけど、仕事というかこういう仕事を始めて、なんか着々と、この間ツイッターでも言ったけど、おはようっていうツイートがこの間初めてね1000いいねいったの。私1000っていう桁を見たのがお誕生日の時とか、なんかね、もっとたくさんのフォロワーさんの方がリツイートしてくれて、ツーショットとかあげてっていう時はあったけど、なんか普通のおはようのツイートで1000いくのすごい嬉しくて、私もちょっといけばいいなと思って、その日はなんか2回ぐらいリツイートとかもしたんだけど、あ、これちょっと伸びるかなとかって思ったら、そういう風にみんなが拡散してくれたりとかさ、それでフォロワーさんちょっと伸びたりとか、なんか一個一個のことがすごく嬉しいなって最近、まあもともと思うんだけど、この10年でどんどん
なんだろう、停滞してるってよりも自分の一生懸命やってきた結果がついてきてるのかなって思えることが最近すごく多いので、なんかこのオーディションでもそれをすごく実感して、10年前のデビューの時よりも応援してくれる方が増えて、それはねファンの皆さんもだし、共演してる演者さんとか一緒にコラボ配信しようって言ってくれたりとか、なんか一個一個がすごいあったかい気持ちになったんですよ。そう、今回の件で言うと、結果をね知った日にちょうどまゆさんとかといたので、オーディション中はさ、やっぱ岩谷真由選手の主演オーディションだから、できるだけ一応内部に私は関わってる身だったので、ツーショットとかも一緒に撮らないようにしたりとか、その周りのね、なんかソーリングアナっていう立場を持ってくるのはちょっとずるいなって個人的に思ったので、正々堂々という意味で、その家さんにあんまりね個人的に連絡を取らないようにしてたりとかってしてたんだけど、まあ終わったからで結果も分かったから、一緒にねちょっとまだ上げてないか上げようと思うんだけど、写真撮ってもらったりとか、みんなのショールームのオーディションがあって、横浜武道館でお披露目があって、その後にね演技審査とかさせてもらって、では立場上もスターダムと私は関われているし、まゆさんは私の演技とかを多分見るのは初めてで、本当にパフォーマンスというか演技は本当に小堺さんがすごく良くてっていうお声をかけてくれて、その結果出た後になんかまゆさんの気持ちがすごい伝わったし、役者としての演技のことご本人に、ね、直接伝えていただけたのがすっごい嬉しくて、なんかそのファンの方とか周りの方のこともそうだけど、自分自身のなんか役者としての成長もできてるのかなって感じることができて、本当にこのオーディションを受けてよかったなと私は思っています。ちょっとねなんかどういう風にさ文章とか書けばいいかわからんくて、ちょっと暗いよってさっきマネージャーさんに撮ってもらったんだけど、なんか暗いよって言われて、え暗いかなってなって、暗い意味じゃなかったんだけど撮り直してあれなんだけどさ、ちょっと謝罪会見みたいに見えてたらごめんなさいということで、本当にありがとうっていう気持ちを込めて、今日は急遽なんですけどショールームをさせていただきました。じゃあ他にもね、なんかすごく私は2週間でその個人的な目標としてはその演技で、最近リングアナとしてもスターダムに出れてなかったし、本当にスターダムが好きなので、なんか他の形でも関われたらって嬉しいっていうのが目標だったので、私はもう映画出演の時点でもうある種目標は自分の中でここは頑張りたいっていうところはもう達成できていたのかなと思うので、まだね私はどんな役になるのかわからないんですけど、なんかね、ちょろっとドラマに出演したりとか映像の仕事はしたことあったんだけど、こういうふうにちゃんと役をもらって映画に出演っていうのは初めての、私の人生でも初めてのことなので、それがこのみんなと一緒に撮れた、一緒に出演が決定できた家出レスラーですごく嬉しいなって思います。もし今後さ、わからないけど、私は声優だからわからないけど、いろんな演技がすごい楽しいなと思って、例えば他に映像とかでっていう方向にもしなった時に、今はね全然考えてないんですけど、それでも一番最初に思い出すじゃないですか。それがなんかみんなと一緒になんか頑張ったなって思える家出レスラーで、すごく今後も思い出せる原点としてすごく嬉しいなと思っています。で、合格した平井さん、私はさ金髪にしたけどさ、そう平井アナさんも自分で自作のコスチューム作ったりとか、なんか私はうわすごいって感動して、すごいお人柄もなんだろう素敵な方だったので、なんかその悔しいなみたいな気持ちは本当に全然なくて、なんか自分
分の中で精一杯できたし、なんかね、あの私はもうリンゴアナとして活躍してるけど、そのまたそこの窓口からスターダム好きだなとかって思ってくださる方の広がりとかもあのあるのかなと思ったら、すごくいい結果だったのではないだろうかと思います。ただね、その私にたくさん協力してくださった皆さんには私から何かお礼ができたらとは思ってて、ちょっと事務所とも相談して考えてますので、あの楽しみにしていてください。金髪はやっぱリアルシンデレラ、あんなに。でも嬉しかったのが、金髪初めてしたけどさ、意外とちょっとギャルっぽくなるんじゃなくて、なんだろうな、なんか汚いっていう言い方はダメだけど、なんか上品な金髪ですねっていう声がすごい多くて、なんかすごく嬉しかったな。うん、またちょっと怒れちゃうかもしれないけど、機会があったらさ、明るい色にもしたいな、個人的には。ね、本当に出演できるだけでもすごく嬉しい。なんかその私はスターダムの選手のすごい技とか素敵なところをいつも見させていただいてるけど、なんかこの間さ、舞台にシュリさんとマイカ選手がね見に来てくれて、マイカちゃんはずっとあの私のアニメとかもともと好きで、恋キモとかを見てくれてたからさ、でシュリさんは、まあ、ご飯とか行ってて、でちょうどねその舞台のタイミングでなんか別の約束をしてたんだけど、私がちょっと舞台前だったからお断りをしちゃったんだよ。でそれがあってその2人によかったら舞台っていう風に送って、あのそうしたらお二人とも行きたいですって言って、あのチケットを払ってわざわざ来てくれて、すごいさ、シュリーさんなんでめちゃくちゃさ、イリーティアが結構私の役がね、足がズバーって出てる衣装だから、まあこのボキュンボンって感じだけど、もうボっていう感じはあの本物じゃないので、何人かね多分すごい露出ですねって言ってくれたんだけど、あの全然ねあの本物じゃなかったんですけど、まあ、足は本物だったので、すごいなんか褒めてくれて、シュリさんは。でマイカちゃんはもともと私のそういうコンテンツ系のライブとか行きたいって言ってくれてて、まあ、そのスターダムもさ土日がイベント、私のイベントとその試合と重なっちゃうから、なかなかお誘いできる機会がなかったんですけど、舞台はね平日もあったから来てくれて、すごい楽しんでくれて、めちゃくちゃお二人とも後から長文で感想くださって、なんかすごく嬉しいなと思いました。だからなんだろう、このスターダムのファンの皆さんとかに私の演技をしている機会を見てもらえるっていうのも今回の映画ですごい嬉しいなと思うので、ちょっとね少しでもセリフが多い役だったら嬉しいなと思います。楽しみにしてよ。そう、嬉しいよね、本当にみんないい方ばっかり、人様貫禄のある演技でした。うわ嬉しい。あ、そう、もう本当にいろんなことをお礼伝えたいことがあるんだけど、私がちょっとパタパタしてたもんで全然ショールームとかができず、ごめんなさい。また落ち着いたらゆっくり、なんか下向いてる、やりたいな。そうなんですよ、ちょっとねあんまり長くできないんだけど、そう、でも本当にありがとうっていう気持ちを今日はお伝えできたらなと思ってました。今回こういう形で応援できて嬉しかった。嬉しい。いや私もさ、わかるよ、私あの何回も言うけどお話とかするの好きだし、でもこの今回の家出レスラーでも知ってくださった方もいるかもしれないけど、やっぱりさ都内の方で近くでイベントできる、でも私のイベントとかさやっぱお金とかもかかっちゃうから、あのお会いできてお話できる人は私頑張って覚えようと思ってお名前とか聞いたりとかするんですけど、やっぱりねなんか普段目に見えない、うん、SNS とかこういうショールームとかで応援してくださってる方もすごくいるわけで、なんか本当にねそれを感じれた1週間だったんだよな。
同じようなことを母校の中学校で講演した時も思ったんだけど、中学生ってなかなかさイベントとかに来れないけど、アニメとか見てくれたみたいで、なんかすごい好きでって言ってくださる中学生の方とかもいて、あ、なんか自分が普段さ見てるファンの方とかはなんか大事にしてるつもりなんですけど、なんか見えなくても応援してくれてるっていうか、まあ、知ってくれてる人はすごくなんかたくさん、見てくれるんだなって、その中学校で講演した時も思ったんですけど、なんか泣いてくれる中学生とかいてさ、めちゃくちゃ嬉しかったんだよね。の後から感想とかを送ってくれて宝物なんだけど、みたいな、あ、このゲームで知ってくれたんだとか、まあ、母校だから先輩っていうのもあると思うよ。でもその堀宮とかさ見ててくれたりとか、小池もとか知ってくれたりとかね、なんかすごい、私は中学生の子なんてあんまイベントとかではさお話できないから、なんか自分が気づいてないだけでたくさんの人に支えられてるんだなっていうのを改めて今回も実感できたので、本当に幸せだなと思います。そう、久々の校ショールームでなんかちょっと照れくさいですね。23時12分は教えてくれてありがとうね。フリッペと関わったのはなんかの縁だと思ってる。嬉しい。そうだよ、だって私もみんなと出会えたのは多分何かの縁、何の縁だろう、何かか分かんないけど、もうご縁だなとは本当に思っております。しかもマジでとか言ってギャルみたいな、なんか私は本当に何回も言うけど自慢なの、もう自分の応援してくださる方の空気感とかが、もうどこ行っても褒められるし、なんか私は妹とかさ、あの子供とかいないけど、なんか本当に我が、あ、変だな、年上の方もいいから我が子とか言うと変だけど、もう本当に自慢できるみたいな、そんな中から皆さんがそういう素敵な空気でいてくださるので、私ももっと応援してくださる方に何かできたらなって思えるし、なんかどこのイベント会場を借りてもそういうに行ってもらえるから、なんか不安もなくいろんなところでイベントとかできてるし、本当にいつもいつもありがとうございます。本当に素敵な方が多いから、それが一番の私の自慢ですね。初めてリッペと会ったのはギルドオプスのリリーベだった。そこからショールームの、ありがとう。あ、そうなのよ、ファンの、そう前はね、昔はユリエの保育園のやつだったからユリ園児だったんだけど、なんか使ったのに3回ぐらいで、なんかない、ファンの、なんかしたいよね、ユリ、そう、保育園の先生でいろいろやってたからなんだけど、最近ね、保育園の先生であんまりやれるっていう感じでもないので、何がいいんだろう、ゆりえ、ゆりえんじでもいいけど、ゆりえ、小座がいい、ゆりえ、ペッペリンペリンチョ、わかんない、何、そう、ゆりえんじだったんだよね。あ、そうフリーザさんは偽物のゆりえの、ゆりえんじでいいか、ゆりえんじのみんなこんにちはってか、ペッペリン、あ、すごいいいんじゃない、ゆりえんじのみんなペッペリンっていうのかな。でもバブミとかって言われるんだけど、私あの保育園の先生の免許持ってるからね。でも自分もさ結構子供っぽい性格だから、なんかね、対極なのよね。でもゆりえんじでペッペリン、あ、ゆりえんじでいいのか、ちょっと梨食べます、残りの、
今日さ、お昼にね、今日ね急に話変わる今日ね、ちょっと朝からの仕事が急遽なくなって、ちょっとゆっくりできたの、お家でね。なんか久々にゆっくり出て変な夢見たの。なんかペコラの後にミミとのライブをしなきゃいけなくて、同じ会場で、でなぜかコスプレもしてカラーコンタクトも入れ替えなきゃいけないけど、なぜかイリーティアのオッドアイのコンタクトが入ってて、イリーティアって黄色と青のコンタクトだから、黄色しかも大量にあるの、そのコンタクトが、黄色と青の大量のコンタクトが。でなんかペコラは目黄色だから黄色でいいんだけど、ミミとはピンクの目なのにピンクのコンタクトがないから、ずっといろんなところピンクのコンタクトはどこだって探し回ってなんか本当に変な夢だったの。なんかちょっと痛い話なんだけど、誰かがね、共演者の誰かが、知らないんだけど、あ、でももともとチタ娘の同期だったシャロとハルカちゃんかな、声優なんだけどね、今度会うんだ、ハルちゃん、ハちゃんかな、なんか唇をなんか力みすぎて噛んで血が出ちゃったみたいな夢の話だよ。なんかゆりえもそうしたら一緒に唇を噛んで、あーちゃんの痛みを考えたらとか言って、ゆりえもなんか血を出しちゃって、なんかそれを意味わかんないね、私もなんか同じ気持ちになろうと思って血を出したみたいなことを説明してて、でライブのなんかコンタクトわーって探しながらな、唇から血出ててすごい変な夢だった。特に意味がないような。そうなのよ、何だったんだろうあの夢の意図は。なんかな、うん、でね、今日の異例の一日はね、さっきは仕事あったんだけど、お日中の仕事がなくなったからこっちでお昼ご飯作ったの。なんかね、あ、ちょっとみんなに言いたいことがある。私結構ファンの方からもらったものを全部使ってるんですけど、わ、むしろこのさっきのとアイシャドウも、そうこれマジでセンスいいな、みんな、コセルボークさんの。ちょっと汚いから、この待って、ここ汚いよ、お入れの使い方が。セルボークさんのアイシャドウもらったんけど、サファーの人に。私本当にこだわりがないんで、いろいろみんなからもらったの使うんやけど、あ、そう、あのファンの人からプレゼント受け取りに行って、このサバ缶も入ってた、これ多分ね、ペコラのところに入ってたのもらったんだと思う、あの邪神ちゃん店で。わ、めちゃめちゃこれも可愛いのよ、これ見せていいかな、すごい可愛くない、ジャシンちゃんのカップラーメンやってた。これ本当にユリアってだよね、ジャシンちゃん書いてるあるけど、ペコラ様のところに入ったかいよね、このいろいろもらって。でね、あの食べ物をね毎回届けてくれる方がいるんだけど、それは私宛てに、生もんじゃないから全然 OK なんだけど、私はダイエット期に入ると全然炭水化物を食べなくなりまして、そうなの、いつもね賞味期限がわーってなっちゃって、すごい優しくてさ、あの家族に分けたりとか、あのマネージャーさんと分けたりとかで食べさせてもらってるんだけど、なんかね追いつかない時があってね、すごくあの申し訳なくなっちゃう時があるのよ。から私はダイエット中は報告するね、今はこっとそういういっぱいいただいても、私たあのコイルとか物はね大丈夫なんだけど、食べ物のね賞味期限近い系だとね、なんかもったいないことになっちゃうと、せっかく送ってくださったのにってなるので、うん、嬉しいんだけどね、嬉しいんだけどね。なんだろう、でそれで思い出した、賞味期限切れちゃったのがあったのよね、沖縄のソーキそばなんだけど、多分生麺系をもらって、賞味期限早かったんだろうね、で8月の賞味期限だったんだけど、私気づかずにそういうご飯ストック入れに入れてて、パッて見たらさ、はぁ、あ、8月だって思ったけど、まあ、生麺が乾燥しても乾麺になるだろうと思って今日食べたんだよ、あの今日時間かかったから、めっちゃ美味しかった。
私が作ったソーキそば。ソーキという名の美味しかった。いやごめんなさい、もったいない精神など。サラミじゃないです、これはベーコンです。ベーコンをソーキ代わりにしました。そう、いやまあでもね、これは食べれたから良かったんですけど、まあ、ちょっともったいなくなっちゃう時もあるので、ダイエット中も食べれるものとか。そうでもファンの方からもらったね、香水を毎日つけているし、てかこのメイク道具もそうやし、イヤリングとかねめちゃくちゃ使わせてもらったりしてます。お洋服とかありがとうございます。ということで沖縄そばが美味しかったっていう話をしたかったらプレゼントの話になりました。でもね、いろいろいただいて、その写真ちゃんてのやつとかもいただいて、すごく嬉しかったの。あ、でもね、写真ちゃんてはそうペコラだから食べ物が多かったんだけど、それはもう全然ね、すごく嬉しかったです。ありがとうございました。めっちゃ美味しかった。ペコラに届けるのを私がね横流ししてもらって食べてるんですけど、これも楽しみ。そば、そう、私にね、すごい、ストックをがね、なんか大体ご飯を食べるんだけど、あとお家にさ入れない時が多くて、朝から夜までパタパタとねしてて、そうするとお弁当とか出て夜ご飯もなんか食べて帰ってきちゃったりすると、なかなかね自炊できない時ね、私本当に1ヶ月ぐらいしなかったりするので、そういう時がね申し訳なくなっちゃうかな。でもすごく嬉しいので、食べきれるかなっていうぐらいで送ってくれたら嬉しいです。ありがとうございます。キャハ、そうなのよ、ライブ前とかね、今もちょっとねなんか頑張りたいなって思う撮影があって、またみんなにね報告しますね。それでねちょっとダイエットをねしようとはなって思ってる、ちょっと太っちゃったので、じゃあ今日はちょっと本当に充電がギリギリかもしれないんですけど、ちょっとねまゆさんのオーディションの時に歌ってた歌を歌えるだけ歌って終わりたいと思います。本当に改めてみんなありがとうございました。これからもよろしくね。なので先に順位だけ発表します。怖いから。あ、待って、ユリエンジに変わってるよ。ガジさんの名前がいいじゃん、ユリエンジ、ペッペリーン、ペグミ。では13位からだったかな、ショールームの発表。13位、トットテルリさん、ありがとうございました。ありがとね、夜に。そして第12位、ターさん、ありがとう。そして第11位、マルさん、ありがとうございます。そして第10位、アズーリさん、ありがとう。そして第9位、ターボーさん、ありがとうございます。そして第8位、ひろっちょーさん、ありがとう。そして第7位、かどまちゅさん、ありがとう。そして第6位、 GNR さん、ありがとうございます。そして第5位、ルルレッツさん、ありがとう。そして第4位、着物のでんちゃん、ありがとう。そして第3位、えなけいたさん、ありがとうございます。そして第2位、大地さん、ありがとう。そして第1位、ゆりえんじのガチ。なんて言われてんのこれ。ガジッペ、ガジッペになってるのかな。その続きもあったらごめんなさい。ガジッペさん、ありがとうございました。はい、ではではでは、歌えるだけ歌って終わろうかしらね。なんかさ、この服のとこめっちゃ可愛くてさ、ネット限定販売のとこがルミネでね、なんかポップアップで出てて、これが可愛いから、このなんか舞台で仲良くなったゆきさんがさ、こういう色のやつ持ってて、緑好きだから。これもう一個ね、迷ったワンピースがあったんだけど、やめた。コートも買っちゃって、もう私あるのに同じような服ばっかり買っちゃった。ペコラっぽいよね、ちょっと黒で襟で。今日も絡まってる。
大体もうあんまり大型なのがバレちゃう、みんなに。このイヤホンが絡まりやすいんじゃない？あの人にもらったイヤホンだけど。では行きますね。じゃあ本当はね、襟元これこういうの、こういうの。でも私は骨格ストレートって言って首がね詰まってるのがあんまり似合わないんですよ。だからこうやって勝手にこういう V 字にしてるんです。本当はこういう服を、こっちのがでもちょっとスタイルよく見えるでしょ。そういう骨格なんだよ、骨格ストレート。私のお洋服をもし見るときは骨格ストレートって検索してください。ではでは、順位発表したからもうちょっと気楽だね。あれからにしよう。待って、夢を叶えてドラえもんってさ、どなたの曲でしたっけ。真央さんか。よし、真由さんが好きなドラえもんね。すごいね、真由さんが好きで、あとはバッテリーだけやな。でもドアを開け
ありがとうございました。じゃあ私がもう覚えてるぐらいの、今日まゆさんの時に歌ってたやつを歌えるだけ歌います。まゆさんの時はあんまりさ得意じゃない感じの歌もその関係あるのを歌ってたから、まゆさんと最初の入場ソングのあれは出るかな、これは出るかしら。羽ばたいたら戻らないと言って、目指したのは青い青いあの空。ありがとうございました。あと私は覚えてるのはこれだけなんだけど、あとドラえもんも一曲ね、オーディションの時歌ってたのこれが多かったんじゃないかな。この3つだったよね。間に合うかな。
ございました。いやーこれぐらいかな。てかごめん、レオンブラジュとかぶってたね。みんながキャスター遊びたいって。遊びたいよ、しどみんさらちゃん、私も遊びたいよ。遊ぼうね。わあ、ちょっとカラオケ歌うと歌いたくなってきちゃうのか、悩み。特茶、特茶いただきます。これいつも飲みます。おいしい。でさ、次私とクレアさんだから天音ブラジオ。ぷーちゃん、ぷーちゃん、ぷーちゃん、ぷーちゃん。もうあと何歌ってたのなかったよね。どうだろうか。じゃあしんちゃん歌っとく。じゃあしんちゃんの誕生日だからね。じゃあ写真さんのイラストを描いて今日中に投稿したいのだが、間に合う？私
今 20% が来ました。あ、この前のゆりまりのニコ生放送で職場不満で仕事ストライキコメント送ったのは僕だよ。そうだったの？お仕事大変なのね。じゃあちょっとあの子にドロップキックでその仕事のうんっていうの私が代わりに歌うね。じゃしんちゃんお誕生日おめでとうございます。あの子にドロップキック決めるまでは帰れますよ。ただただしてください。呼び出された私はジャの神ジャの神、あの子をやらなきゃばかりで帰れませんの。彼氏と隣り合わせ戦争で応戦、ふざけが好きかならばギター切ったり切り刻んでやれ。取り戻すのです。毎日好きやらばあの子を背後から襲う、明日好きやらばてこらもお祝いします。おめでとうございます。あの子にどう